かつて神々が世界を作り保ったばかりの時代、この世は三つの種族が治めていた。すなわち人間と魔族とユータ。今でこそドラゴンはモンスターの一種とされているが、昔は人間以上の知識を持ち言葉を操る者の方が多かったのだ。だがこの三つの種族は世界の覇権をめぐって血で血を洗う戦いを続けた。それを疎ましく思った神々は考えた。この世界を粛清する者が必要だと。竜の神と魔族の神と人間の神は集まって話し合い、ある結論に達したのだ。それは竜の戦闘力と魔族の魔力と人間の心を持った究極の戦士を生み出すことだった。それがドラゴンの騎士だ。いずれかの種族が時として野心を抱き世界を我が物にせんとしたら、それを滅ぼし天罰を与えるのがドラゴンの騎士の使命なんだ。そしてこの私こそこの時代ただ一人の真のドラゴンの騎士だ。だが本来この世に一人しか生まれぬはずのドラゴンの騎士一族にも例外が起こった。それがお前なのだ。お前の力が欲しい。私の部下になれ。今こそドラゴンの騎士としての使命に目覚め、私と共に人間を滅ぼすのだ。俺に部下になれ。 I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never ever 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 gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think soIt's never ever 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 gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope, probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. 俺の名前なんだ。俺は魔王軍と戦う勇者ダイだ。そうか、分かった。では人間どもの呼び方に従ってダイと呼ぼう。ダイよ、人間どもに味方する勇者としてお前を倒す。素直に我が軍門にくだらぬと命はないものと思え。死ね。うりゃ。はっ、死はだ。死ね。はっ、舐めるな。うりゃ。見切った。俺の体の中に眠っているドラゴンの力よ、目を覚ましてくれ。今この男に勝たなきゃ人間はみんな滅ぼされてしまうんだ。
くぞここまで。ドラゴンの力を操った。その闘気と勇気に免じて見せてやろう。真のドラゴンの騎士が天を操った時の力がどれほど凄まじいかをな。まだわからぬのか。お前と私では力において雲泥の差があるのだぞ。まだ俺には最後の武器がある。そうだ、マトリフさんも言ってた勇者の武器。俺に残された武器でお前に通じそうなものはもうどんな強敵にも立ち向かっていく、この勇気しかない。うわ、これで最後だ。何をするつもりなんだ。どうしたんだ、紋章が勝手に。頭が割れそうだ。じいちゃん、なんでこんなところに。おめちゃん、それに島のみんな、なんでこんなものが浮かぶんだ。の記憶が。デルムリン島に住む勇者に憧れる少年ダイは、育ての親の鬼面道士ブラスの下で魔法使いとして修行する日々を送っていた。ある日、世界に一匹しかいないと言われる幻の珍獣ゴールデンメタルスライムのゴメちゃんを狙い、偽勇者がやってくる。憧れの勇者の登場と勘違いした大興奮のダイは、偽勇者たちに騙されゴメちゃんを奪われてしまう。しかしダイは戦場でロモス王を欺き、ゴメちゃん捕獲を報告する偽勇者たちから無事にゴメちゃんの奪還を成功させる。勇敢に戦うダイの姿に心を打たれたロモス王は、ダイを称え覇者の冠を授けるのだった。しばらくして賢者になるための儀式を受けに来たというパプニカ王国のレオナ姫、お月の司教テムジン、賢者バロンがやってくる。何でも思った通りに発言するレオナに、当初は反感を抱いたダイだったが、行動を共にするうちに打ち解けていく。しかしテムジンとバロンは己の欲からレオナを裏切り抹殺せんと画策する悪人たちだった。彼らの差し向けた魔のサソリを撃破したダイ。しかし敵たちはさらなる脅威キラーマシンでダイたちに襲いかかる。
テムジンたちに対して爆発した怒り、レオナを救いたいという強い思い、それらの感情とともに発言した謎の紋章の力でダイはレオナを救い出す。無事に儀式を終わらせたレオナはダイと再会の約束を交わし島を離れた。様々な事件を乗り越えたダイ、しかし平穏は長くは続かず、さらなる騒乱が待ち受けるのであった。いつものように島のモンスターたちと脳を駆け回っていたダイ、しかし突如としてモンスターたちが暴れ出してしまう。ダイは急いでブラスの元へ向かうが、ブラス自身も正気を失い暴れ出しそうになっていた。ダイの呼びかけで正気を取り戻したブラスは魔王が復活したのだと告げる。ブラスはこのままではモンスターたちがダイを殺してしまうと話し、ダイを島から逃がそうとする。しかしダイは島のみんなを置いて逃げるのは勇者のすることではないと訴える。その通り、いいことを言いますね君は、ダイ君。まあこの場は私に任せてください。ほう、邪なる威力よ、退け。魔法カトール。申し遅れました。私、アバンディ・ジニュアール3世と申します。勇者育成業、平たく言えば勇者の家庭教師をやっているものです。勇者の家庭教師？はい。正義を守り悪を砕く平和の使徒、勇者、賢者、魔法使い、彼らを育て上げ超一流の戦士へと導くのが、この私、アバンディ・ジニュアール3世の仕事なのです。これは弟子のポップです。現在魔法使いを目指して修行中の身であります。アバンはダイたちへ魔王が再び現世に復活したと告げる。そしてアバンはパプニカ王国の王家からダイを一日でも早く真の勇者に育て上げてほしいと頼まれたのだと語った。ダイはアバンから1週間で勇者になれるスペシャルハードコースを受けることを選び、厳しい修行を開始する。修行初日から巨大な岩を割ろうとしたり、アバン流基礎訓練、格闘訓練、魔法訓練をこなすなど真剣に修行に挑むダイ。訓練で最大限まで疲労したことで無駄な動きがなくなり、朝に割ることができなかった魚眼を割ってみせるなど成長していく。2日目の修行ではアバンの必殺技アバンストラッシュを得得するため、アバン流刀殺法の初歩第一斬をもマスターする。そして修行開始から3日目、一体どんな修行をするんですか？簡単です。私と戦うのです。ただし私はある魔法で君を攻撃します。ですから君もそのナイフを使って構いません。たった今から私の皮膚は鉄よりも硬くなってしまいますからね。では行きますよ、ダイ君。ドラゴラム！うわあ！先生がドラゴンに！
ありとあらゆるモンスターの中でも最強の力を持つ種族、ドラゴン。それと互角以上に戦えなくては、真の勇者足りえません。さあ、来なさい、ダイくん。行こう。今日は厳しくいきますよ。うわあ！先生がドラゴンに！ありとあらゆるモンスターの中でも最強の力を持つ種族、ドラゴン。それと互角以上に戦えなくては、真の勇者足りえません。さあ、まずは肩慣らしといきましょう。成長だ。教えがいがありますね。さて、次も張り切っていきましょう。はっ、ちょっと熱いですよ。第一山は力任せの技だ。ドラゴンの炎とは戦えない。ドラゴンの炎を打ち破るには海を切る技、海破山だ。全くカッコ悪いですね。地震だ。いや、違います。この振動は何者かが島の魔法陣を破って入ってこようとしているのです。だが波のモンスターでは一歩たりとも立ち入れぬはず。まさか。貴様の魔法陣にはなかなか骨を折らされたぞ。やはり復活していたか、魔王ハドラー。久しいな、勇者アバン。かつて貴様はこの俺の野望をことごとく打ち砕き、アマツさえ我が命をも奪った。そうか、勇者アバン。その昔、魔王に戦いを挑み、これを倒して世に平和をもたらしたという伝説の勇者の名がアバンじゃった。まさか、先生が魔王を倒した勇者だったなんて。あれが貴様の弟子か。聞けば勇者の家庭教師などと抜かして正義の戦士を育成しているらしいな。無駄なことよ、イオラ。魔王のお前自ら出向いてくるとは、考えようによってはちょうどいい。この場でお前を倒し、世界の暗雲を晴らしてやる。
何の真似だアバ。ギラとイオの呪文はこの俺の最も得意とするところ。この程度の炎で俺を倒せるとでも思ったのか。本当のベギラマとはこういうものを言うのだ。ベギラマ開発だ。お方の力で再びこの世によみがえったのだ。以前よりも強靭な肉体を与えられてな。何者だそいつは。大魔王バーン。貴様に敗れた俺をよみがえらせてくださった偉大なる魔界の神だ。今の俺はバーン様の全軍を束ねる総司令官、魔軍司令ハドラーだ。大魔王バーンこそ我が主君にして全知全能の魔人。いかにあがこうとももはや貴様ら人間では太刀打ちできん。アバンよ、覚えているか。15年前のあの戦いよ。あの時と同じ言葉を今一度貴様に送ろうではないか。俺の部下になれ。そうすれば世界の半分を与えてやるぞ。断る。お前に情けなどない。もしはいと答えてもいずれは私の命を奪うだろう。それに世界の半分を与える権力があるとは思えん。大魔王の使い魔になり下がったお前にはな。なんだと。使い魔。貴様、この俺を大魔王の使い魔と抜かしたな。もはや生かしてはおかん。弟子の見ている前で灰にしてやる。くらえ、イオナズン。アバンストラッシュ。さすがはかつて我が命を奪った王儀アバンストラッシュ。大した威力だ。だが蘇った俺の魔力にはわずかばかり及ばなかったようだな。先生、やめろ。そんなに死に急ぎたいのか、アバンの弟子よ。貴様らなど問題にならんわ。死にたくなければ引っ込んでおれ。何？死？バカな。あんなガキの剣がこの俺に流血をもたらしたというのか。気が変わったぞ。やはりアバンの弟子は一人たりともこの世に残してはおけんわ。皆殺しにしてやる。その通り。いいことを言いますね、君は。大君。Thank you.
行こう。大丈夫ですか、みんな。よかった。ベリーナイスタイミングでしたね。敵は私の想像をはるかに上回る存在でした。今の我々の戦力では、勝てません。だからこそ奴だけは。まさか、先生死ぬ気じゃ。アストロン、これはアストロンじゃ。体が鋼鉄の塊となり、あらゆる攻撃を跳ね返してしまう高等防御呪文じゃよ。これならみんな安全です。そこで私の最後の戦いを見守っていてください。最後だなんて、やっぱり。先生、こんなのやだよ。俺も戦う、先生と一緒に。それはアバンの印、卒業の証だ。私が一人前と認めた生徒に渡すものです。大君、君は素晴らしい素質を持った少年でした。修行が3日で中断してしまったのは残念ですが、もしあと4日間続けていたら、君は間違いなく勇者になれたと思いますよ。だからこれを授けます。あとは自分で修行を続け、真の勇者になってください。ポップ、やだ、やだよ先生。元勇者だかなんだか知らないけど、なんでそんな無茶をするんですか。勝てない相手だって自分で言ったじゃないですか。勝てない相手だからこそ命を懸ける必要があるのです。それにね、ポップ、やっぱり修行で得た力というのは人のために使うものだと私は思います。いつかあなたにも必ず分かる日が来ます。だからその時のためにこれを預けておきましょう。先生、大丈夫、私は絶対に負けませんから。勝負だ、ハドラー。死ねー、アバン。ポップ、ダイ、あとは頼みますよ。メガンテ、なんて、己の命と引き換えに仲間の命を救う最後の破壊呪文を使うとは、アバン殿、あなたという人が。先生は命を懸けて俺たちを守ってくれたんだ。先生、先生は。やはり衰えたわ、アバンめ。自らの命を懸けたメガンテでもこの俺にとどめを刺すには至らなかった。これでもう恐れるものは何もない。魔王軍の天下だ。いまいましきアバンめ、貴様らアバンの弟子どももこの場で根絶やしにしておかなくてはな。
俺のメラは地獄の炎、相手を焼き尽くすまでは決して消えん。こいつを放っておけば、貴様らはアストロンが溶けた瞬間に黒焦げだ。先生は俺たちを助けるために、生き残らせるために死んだんだ。ここでやられちまったら、先生は何のために命を捨てたんだ。俺のこの命は先生からもらった命なんだぞ。やっ、さあ行こう。こいつ、アストロンを自力で破ろうというのか。アストロンを破った。小僧、焼け死ね。メラゾーマ、キャダイ、こんな俺の炎が。己、こうなったら我が剣で撃ち殺してくれるわ。なんだこの力は。バカな。ドラゴンの紋章だと。こんなガキがドラゴンの騎士だとでも言うのか。ありえん。よくも、よくも先生を許さない。
ダイ、大丈夫か？じいちゃん、ゴメちゃん、ハドラは？残念ながら逃げ帰ったようじゃ。君らの翼を使うのが見えたわい。え？先生。I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so.No, no, no, no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it yourわしもついていってやりたいのじゃが、この島を一歩でも出てしまったら、わしは魔王の手先になってしまう。平気さ、じいちゃん。この島でみんなと待っててよ。俺が必ず大魔王を倒してやるからさ。先生！ここからならロモス王国が一番近い。北へ向かってまっすぐじゃ。うん、まずロモスの王様に会いに行くよ。それからパプニカだ。じゃあみんな元気で。だい、ふざけんじゃねえぞ。俺を置いて。よし、出発だ。